今回はあの大ベストセラー、嫌われる勇気について解説していきたいと思います。この動画を見れば、たった数分で嫌われる勇気の内容が理解できちゃいます。僕はこの本を読んで人生が変わりました。とてもいい本なので、もしこの動画を見て、もっと興味が湧いたって人は、嫌われる勇気、読んでみることをお勧めします。それでは早速、嫌われる勇気についてお話ししていきます。嫌われる勇気とは、 ざっくり言えば、アドラー心理学のエッセンスを簡単に理理解解でできるようににした解説書です。アドラー心理学懐疑的な青年とアドラー心理学の達人が対話する形式となっていて楽しく読みやすいように工夫されているんですね。堀江門こと堀江貴文さんは「自分が言いたかったことが全て書かれていると言っても過言ではない」と嫌われる勇気を絶賛していますこのアドラー心理学ですが知っておくと次の4つのメリットがあります。その1、問題解決能力が身につく。 その2目標を達成する能力が身につくその3他人と比べるということをしなくなるので劣等感に苛まれないその4他人は敵ではなく貢献するべき仲間と認識することにより居場所が見つかり幸福度が増すこの4つですそれではアドラー心理学のエッセンスをこれから紹介していきますまずはアドラー心理学を語る上で欠かせないのが目的論という考え方です よく人人間の行動には全て原因ががあるという人がいうます。この考え方は原因論というのですが目的論はこれとは全く違う考え方をしています人間は何か原因があって行動しているのではなく人間の感情や行動は目的を達成するために作り出されるという考え方が目的論なのです結論から言うと目的論的な人生の方が幸福になりやすいですこれだけだとわかりづらいので例え話をしますね 地味な A 君という高校生の少年がいるとしましょう。そして A 君は同じクラスの C さんという少女に恋をしています。しかし A 君は C さんに告白することができません。なぜなら A 君はこう考えているからです。僕みたいな地味で冴えない奴が C さんに告白するなんてとんでもない。つまり A 君は地味で冴えないことを原因として告白できないという消極的な行動を選択しているということになります。 A 君は原因論的な生き方をしていると言えるでしょうアドラー心理学ではこの A 君が地味でさえないことは告白できない原因ではなく振られて傷つくリスクを回避するという目的のために自分は地味でさえないという原因言い換えるなら言い訳を作っているに過ぎないとみなしますさらに分かりやすくするためにここに B 君という別の地味でさえない高校生を登場させましょう B 君は地味でさえないですがアドラー心理学でいうところの目的論に基づいた行動をする少年です地味でさえない B 君も C さんに恋をしてみましたしかし A 君と違いなんと B 君は C さんに告白をしたのです同じ地味でさえない高校生である A 君と B 君ですがなぜ2人の間にこれだけの行動の差が生まれたのでしょうかそれは2人が持っている目的に違いがあったからです A 君の目的はアドラー心理学の目的論から見た場合振られて傷つくリスクを回避するというものでしたね。そして B 君の目的は C さんに思いを伝えたいというものだったのですつまり2人に共通してある地味でさえないという性質は行動を起こすきっかけにはならないということなのですここで注目すべきは A 君と B 君の幸福度です一体どちらが幸せになりやすいでしょうか これは言うまでもなく B 君ですね。B 君は今の自分の状況を変えるべく行動しています。C さんに自分の気持ちを伝えたい、付き合いたいという目的から告白という行動に移しました。自分のちょっと先の未来を変えたいと願っていたのです。もしかすると地味でさえない B 君は C さんと付き合えるかもしれません。そうなったら完全なるハッピーエンドです。しかし皆さんはこうも考えるはずです。 B 君がこっぴどく振られて不幸になる可能性もあるのではないか確かにおっしゃる通りです行動することにより不幸になる可能性というのはゼロではありませんですが B 君はアドラー心理学でいうところの目的論に基づいて行動する少年です C さんに振られてしまった過去の経験から行動を起こすという原因論的な生き方はしていません B 君は未来志向なのでこう考えるに違いありません C さんに振られてしまって残念だけど仕方のないことだ縁がなかったと諦めようしばらくすると B 君は D さんという他のクラスの女の子に恋をしましたここでもし B 君が原因論に基づく考えをした場合どうなるでしょうかきっと C さんに振られた俺は D さんにも振られるに違いないと考え告白をしないという消極的な行動を選択してしまうに違いありません C さんに振られたという経験がトラウマになってしまったという考え方ですねしかしよく考えてみるとおかしいとは思いませんかなぜなら C さんと D さんは別の人物です C さんに振られたから D さんにも振られるというのは単なる思い込みであって事実ではありません目的論を前提に行動する B 君ならこう考えるのではないでしょうか C さんには振られたけど D さんには思いが届くかもしれない そして D さんに思いを伝えたいという目的のもと告白をするに違いありませんここでもう一度 A 君と B 君についておさらいします A 君は原因論をもとに行動しており地味でさえないという自分の性質を原因として告白できないという行動の選択をしています A 君は C さんに思いを伝えられずモヤモヤした気持ちのままいるという状況がずっと続いてしまいます原因によって行動が縛られてしまっているのです 一方 B 君は地味で冴えないことと告白できないのは関係のないことだと捉えています告白するという行動は気持ちを伝えたい付き合いたいという目的があるからこそ実行に移されるというわけです A 君が女の子と付き合える可能性は非常に低いですが B 君が女の子と付き合える可能性は非常に高いですしかし B 君の思いに D さんが応じるとも限りませんよね B 君が D さんに振られた場合 アドラー心理学をナチュラルに実践できている B 君はどのように考え行動するのでしょうかそのヒントは課題の分離という理論にあります課題の分離もアドラー心理学の理論の一つでありこの課題というものには2種類あると考えます自分でコントロール可能なものを自分の課題とし相手にしかコントロールできないものを相手の課題としますこのままでは抽象的で分かりづらいので先ほどの B 君と D さんの場合を例に出して説明しましょう B 君の課題は告白し思いを伝えることです D さんの課題は B 君の告白に対してどう答えるかですここで重要な点は B 君には D さんの意思決定には干渉できないしすべきではないという点ですもし D さんが B 君の告白に対してどう答えるかという彼女の課題に対して B 君とは付き合わないという結論を出したとしましょう B 君は非常に残念な気持ちになりますが諦めがつきます ななぜなら、D さんの意思決定は D さんの課題であり B 君にはどうにもできない問題であることを課題の分離を理解してていいるる B 君は知っているからです。この課題の分離は私たちのさまざまな人間関係をシンプルにしてくれる考え方と言えますね課題の分離ができない人は相手の課題に干渉しがちで人間関係を悪化させてしまいます世の中には B 君のように振られてもめげずに前を向いて次の課題に取り組める人がいます 彼らが意識的または無意識に行っている心の働きは承認欲求の否定というものでアドラーは自由に生きるためには自分にある承認欲求を否定しなければならないとしています承認欲求とは他人に認められたいもしくは嫌われたくないといった気持ちのことですではなぜ承認欲求を否定しなければ自由になれないのでしょうか承認というのは他人の課題であり自分ではどうすることもできないことですあの人に褒められた あの人にけなされたというような他人を軸とした価値観で一喜一憂するというのは危険なことですコントロールできないものに対しては無関心でいることが重要なのです他人の評価が常に気になってしまい嫌われないように生きることは不自由以外の何物でもありません先ほどの A 君のケースで言えば C さんに告白できないのは拒否されたらどうしようという相手に承認されない不安が裏にあります 地味で冴えないのは告白できないといととう理由とは言えず、告白して拒否されたら傷つくから告白したくないというのが本心で地味で冴えないといいととううののは後付けの理屈というこ,となのですこのように承認欲求にとらわれている人は他人の顔色ばかりうかがう人生を送ることになり本当に自分のやりたいことができなくなってしまうのです自由にそして幸せになるためには自身の承認欲求に振り回されるべきではないのですアドラーは 縦の関係を作るべきではないとも言っています縦の関係とは会社の上司と部下のような関係を想像すると分かりやすいでしょう上司はいい仕事をした部下を褒めます実はアドラー心理学ではこの褒めるという行為は良くないこととして扱いますなぜなら褒められた部下は承認欲求が満たされ幸せな気分になりますが逆に怒られると不幸になってしまいます褒められたいがために仕事を頑張り また怒られたくないがためにも仕事を頑張るといった心のありようは先ほど述べた承認欲求にとらわれた人生そのものなのもなで、よくありません。これは幸せの軸を他人に置いていることにほかならず他人の感情や行動によってその人が幸福か不幸かが決まってしまいます何より盾の関係は承認欲求や他人との競争劣等感相手の課題への干渉といった負の連鎖を自然と生み出してしまいます例えばある人が、 会社においての上司から評価されたいと思うとそこには承認欲求が生まれますもしここでその人が評価されずに他人が評価された場合には承認欲求の不満と劣等感他人との競争が生まれてしまうでしょうそして評価された他人を仲間ではなく打ち倒すべき敵という認識になり時には他人の足を引っ張ることによる相手の課題への干渉を行ってしまうのです その人が取り組むべきは、自分の課題である目の前の仕事です。上司の課題である評価のことを考えるべきではありません。アドラー心理学における縦の関係を作らないために必要な概念を、共同体感覚と言います。共同体感覚とは、他者を仲間だと認識し、その人たちとの関わり合いの中に居場所があると感じることであり、横の関係と言い換えることもできるでしょう。共同体感覚を成立させるための条件は3つあります。 1>, 1つ目は自分自身に価値があると認識する自己需要2つ目は無条件で他人を信頼する他者信頼3つ目は他者に貢献することで役に立つ他者貢献自己需要により自分で自分に価値があると思えれば幸福を感じるための承認は必要ありません他者信頼を心がければ相手の課題へ干渉をすることもなくなるので人間関係も円滑になりやすいのです 他人からどう評価されているのかが重要だとする盾の関係と違い共同体感覚は誰かの役に立っているという他者貢献によって幸福感を感じることができます。別の言い方をすると承認欲求は他人から働きかけるものであり共同体感覚は自分から他人に働きかけるということになります。この他者貢献は他人からの承認は不要であり自分は誰かの役に立っているという自己満足こそが大事だとアドラーは言っています。 最後にままとめますアドラー心理学の目的論は一言で言うと「過去の出来事は目の前の目的を達成するための障害となり得ない」ということです。承認要求の否定とは「相手の評価を気にしている限り自由にも幸福にもなれないので気にするべきではない」ということです。課題の分離とは「自分の課題と相手の課題を明確に分けて相手の課題には干渉するべきではない」という理論です。 共同体感覚とは自分から他者に貢献することによって全体の中に居場所を見つけることができ自己満足的な幸福を得られることでしたアドラーはこう言っていますどどんななな能能力力をを持って生まれれたたたかかははは大した問題ででい。重要なのは与えらうう使うかである。アドラー心理学の魅力は自分の決心次第で人生を豊かで幸せにできるという点といえますね 僕もこの前これまで買ったことがなかったようなジャケットを買おうかどうか迷っていましたちょっと派手なジャケットだったので友達や家族にどう思われるかなと思っていたのですがどうしても欲しかったので決心をして買ってみました初めは外に出てきていくのに勇気がいりましたが自分が着たいという目的を達成できて毎日がとても楽しくなりましたあなたも自分の決心次第でどんなふうにも人生を豊かにしていけると思いますアドラーの嫌われる勇気 すごくいい本ですのでぜひ皆さん読んでみてくださいね。